ドジチまたかよ。ドジチは1日1回で十分かな。でもさ、1日1回やけど2個動画撮れると思ったらお得ちゃうなどと申しておりおっしゃ、人質こもり作戦。はい、第2回人質こもり作戦ありますよ。どこが一番やろ。作業室、オフィスかな。国境か。オフィスじゃん。やるか。オフィス、オフィスはやばい。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 あ、これ大丈夫、人質なんで。でかんじゃね。あ、そうか、外すぐ逃げられるのか。そう、外すぐ逃げられるところでやばいよ。え、よし、下から抜ける場所じゃないやん。あれオフィス、んあ、なんか俺の思ってたのと違う。だろだろ。大丈夫、任せろ、俺に任せてほしい、みんな。まだナイフオンリーで、ここナイフオンリーってほんまきつくやな。ここさ、床のあるって言ってるから、あのシャリシャリ落ちて下から抜こうぜ。オッケーオッケー、それで行こう。人質、横から見るか下から見るか。じゃあ何だっけ、横から見るか下から見るかって。花火、打ち上げ花火。あーですね、皆さん、退却していただきまして、僕は定期連絡で、このすぐのとこにいた。あ、食らった、地雷食らった、地雷食らった、アビズン、出ろ出ろ出ろ、いける、地雷食らってる。右か左かわかんない。ナイス、ナイス、外に仕掛けてやった。じゃあお前あの作戦無視やけど、もう一回同じ窓から来る、アビツ。あの、それ別に買ってるからいいんやけどさ、今出たらやれる、左。あの、君ら買ってんだけど、あの動画的には全然ダメなんやけど大丈夫。アビツと俺は動画できるからいいよ。間違えたごめん。間違えたごめん、起こして。分かんない、アビツごめん。最後の一人をみんなでこう観察するっていう回。治療から来るぞ。オッケー、あいつ倒すなよ、倒すなよ。いいね。オッケー。あー、見てろ。あ、初めての使い、入店する、これもうちょっとで。あー、見てる。てれって感じだ。さあ、サッチャ君、上手にお店で買えるかなつって。入店した。ちゃんとお買い物できるかな。さあ、さっちゃくん、難関が2つあります。人質を取られても、あのさ、 EMP1 個投げたらおしまいなんじゃねえの。衝撃の事実。あっ、入った、あ、やばい、やばい、あれ誰にも負けない。ちゃんとやるか。そんな気さらさらないくせに。人質死にやすくなったらしいよ。ハンドガン2発で人質が死ぬようになったらしい。どんな調整やね。そんなやばいんすか。人質弱体化されたのか。私人質はね、弱いもうできるもんやからね。トロフィー獲得しました、先輩。これ WS ね、WS1 回ね。了解。もうそこ開けたらすぐみたいなとこだから、いつものポジション割っちゃう。ここね、オッケー。じゃあいつものポジション割りやすいように俺投げるわ。アップルがいつものポジションって言ってる。アップルこれ爆破じゃないか、別に設置とか意味ないしな。まあでも普通に車線通るんでやりやすくないですか。まあ確かに。え、これどこって聞いた。いやいや、そこ今開けたところだよ。アルツそこラッペリングで見るんだ。しかも壊された。あれ右にいるわ。ダッシャー、あ、C4 飛んでくる。行こう、大丈夫でしょ。行くわ、入る。アルツ待って、ドローン入れて見てあげる中。オッケー、倒した。アルツ見てない。アルツ大丈夫。無理ですね、一旦。あ、出てきてる、痛い。助けてくる。逃げろ、逃げるんだ、逃げるんだ。やばい。ちょっと外に。何がさ、飛び出して、あの、あれ、あ、ドローンですか。あ、います、留置場外にアッシュが入りそう。はぁ、あ、いった。うわ、やれ、うわ、めっちゃくせえ。もう、あ、いい、あ、その二人目はわけわからんかった、今。左に、あ、強い。あ、次が一人しかいない。うわ、使ってる。
勝てる。あ、降りました。テンさん、テンさん、こっち来て、こっち来て。どこだ。人質楽しい。うわ、いるじゃん。あ、見て見て、どこ、これ、これどこ、どこ、ポイント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 、あれ、こいつハンドシングルだったけど、なんでエコー食らった、人質がハンドシングルだった、なんで、あの、みんなみんな、もうポイント、敵近いよ、なんで、なんか、あおーおーこれ、来る、今、映ってなかった、今、映ってた、やばい、一途でしてる、やばい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 、死んじゃった、俺、なんだよ、俺がナイフで殺す、あ、どこ行った、やばい、やばい、お前、ナイフ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 、あ、ね、オールキリがそんなにしたかったんか。そんなにオールキリがしたかったんか。そうか、そうか、分かった、俺を攻めるがいい。サッチャー毎回最後に残ってやってんのほんまおもろいな、なんか2ラウンド連続、そう、初めての使い2ラウンド連続。いや、さっきそれに負けたからね、君見てろ、こういうゲーム。本当に負けてるからね、何とも言えませんよ、あなたたち。負けたというか、事故でしたからね。いや、事故を起こした張本人がこの作戦の立案者だからね。いや、なんかね、エイムがブレた。あばーマジかない、ま、これ多分ね、5人で速攻取ろうとしたらさ、さすがに大丈夫じゃない？いけそうですね。なんか、あの、うん、5人で取りに行ったら、だって、1人ぐらい生き残るやろ。ね、うん、1人ぐらい生き残って、1人ぐらい人質回収できそう。行こうぜ、行こうぜ、行こうぜ。なんで適当なこと言ってんの、あの人たちもやるの。サッチャー、サッチャー。あ、サッチャー投げるから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 、サッチャー投げないじゃん、あいつ、あいつ、あいつ、どっかに、あいつ、どっかに、なんでグリッチ、縦グリッチやってる、これ、作戦挟んだわ、これ、はい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 、縦グリッチされてる、いけ、任せろ、任せろ、やばい、俺の後ろ、任せ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 ろ、逃げ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 ろ、バイバーイ、逃げろ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 、なんか、バッキリが無限ループ入ってこう、アビツン君たまになるんですよ。あ、なんでですかね、ちょっとわかんないんですよ。回線のせいか。PC 買ってください。はーい、買ってください。 SSD に入れてください。お前、なんなん PC、 クソ雑魚やん。なんなんって言われてもなんなん PC なんなんって言われてもな。俺に余ってる PC 持って帰るか、一個。かっこいい、かっこいい、貴族プレイヤー、かっこいい、貴族プレイヤー、かっこいいやろ。1080Ti で貴族プロデューサーになるために、ゲームハウス建てて、5日で60万。5日で60万。あの、個別イチゴでみたいなノリで言うのやめていただける。バルキリーカメラどこ行ってる？あ、ちゃんと置いてる。もう完璧やな。もう何も言わんでもちゃんとしてるもんな。オッケー、これすぐちゃんと全部しても合わせといた、みんな。すぐ見えるの、うん、カメラの視点合わせといたの。完璧やろ。ちゃんと俺が合わせてるから。めっちゃありがたいやん。めっちゃ完璧やろ。みんな今すぐにもう撮れたから、もういつでもね、撮影入ってもらってもらえます。あ、もうほんまやー。じゃあ2回はめちゃくちゃなんか安心の安全みたいな音だけど。とりあえずラスト1になるまでは普通に殺しまくっていいと思いますよ。殺戮の限りを尽くしてください。防衛空っぽい雰囲気するか。あと3人ね、2人残して、2人というか1人残してよ。ラスト2って、もうやらんほうがいいかもしれない。いや、こいつ、あー、もうみんな逃げて、みんな逃げて、やばい、俺の目の前、やべえ、なんでいるの、俺の方に来るの、やばい、やばい、なんで俺の前、なんで俺の前にいるの、危ない、危ない、バレてない、バレてない、危ない、危なかった、耐えた、危ない、危ない、今は税関。てか、なんであいつ毎回サッチャーが残る。あ、来た、ウエストから、来た。いや、もう時間ないやん、あいつ。サッチャーいつも時間配分ミス。全然来ない。コンパーション時代は起動っていうボタンがあった。え、あ、そうし、ダウンすると出ます。コンカッション時代起動できるんだ。あの、インジャーしててもそれ起動できるの。相手にしてたのか。いや、もう時間足んねえな、絶対こいつと思ったから、せめて解釈してやろうと思った。解釈された。じゃあ、それ起動したら周りのやつ全員あーってなるんですか。なるよ。強っ、自爆やん、ただの。死に見上げ、死に見上げだね。ああ。